はい。中の人と今日何かというと、まあ、こちらを紹介してみようかって思ってます。まあ、また改めて、エスペスペリアなので、エスペスペリア1マック3の使ってってみた枝地のものです。そして、まあ、こちらは、ね、エイリンクとコミュニティ、両方出てるんだけど、まあ、双方見れたんで、まあ、違いとかは、まあ、そんなないんだけど、ね、まあ、カメラの良さとか、見ていただければいいかなって思います。はい、どうぞ。
We'll be right back.
最後まで見ていただきありがとうございました。まあいいですよね。うん、カメラもかなり良くなったっていうところもあるしね。フォトプロプロってやつがね、一本化さ、ちょっとした動画さ撮影とかと合わせてプロユースの使い方ができる。そしてまあ別にシネマプロってやつもあるんだね。うん、あんまり楽しみなかった。はい、聞いていただき、これとチャンネル登録していただくとありがとうです。はい、はい、では。